おかげで任務が早く終わったよ。やるじゃないか。思ってた以上の働きだ。うん、兵士らしく規則を守って動いていたな。あんたみたいな新兵がいるんなら少しは未来に希望もあるかもな。それにこれで時間が作れた。隊長、イエーガーと話をしに行けそうですね。そうだったな。近々訪ねてもよい。まだ化けの皮は剥がれていないようだな。だが覚えておけ、私は今も貴様を信用していないぞ。聞け、イエーガ。トロストクでの成功を受けて、今後調査兵団はあんたの力を前提に作戦を行おうとしている。だがその力の不安定さは直接目にした私がよく知っている。あんた自身はこの状況をどう考えているんだ？俺自身もこの力は早く制御できるようにならなければいけないと思っています。けど今は上官の命令なしに巨人化するのは許されないんです。もっと実験をして俺の力を解明できればいいんですが、力が不安定なのはよく分かっています。それでもみんなの期待に応えるためこの力を使うしかないんです。いや、使ってみせます。不安定なのを分かってて使うだと？ふざけるな。意気込みだけで解決する問題じゃないだろう。暴走した時巨人の体を制御できないんだぞ。そうなのか、家がトロストクでの戦闘で少し感覚がつかめました。次はもっとうまく動いてみせます。それに駐屯兵団精鋭班の方々の死を無駄にしないためにも俺がやらなくちゃいけないんです。そうか、あんたもイアンやミタビの死を無駄にしたくないと私たちと同じように思っていたんだな。イエーガー、貴様の考えは分かった。おい、イエーガーの話を直接聞けて少しはあいつを信じる気になれたよ。あんたのおかげだ。何か礼をしないとな。それなら調査兵団の先輩に習った方がいい。調査兵には調査兵のやり方があるはずだ。とにかく貴様には世話になった。働きは認めてやってもいい。
あ、こんにちは。なんだ、お前もサボってんのか。真面目なやつだな。調査兵団の任務はきついから、休めるときに休んどかねえとな。でも任務がない日は訓練兵団にいた頃よりも気楽かもしれませんよ。教官がいないですし。それは言えてるな。俺なんてキース教官は巨人の次に恐ろしいんじゃねえかと思ってるくらいだ。誰が巨人の次に恐ろしいんだ、スプリンガー。あ、お久しぶりです。じゃあ、俺たちこれから自主訓練があるんでな、サシャ。そうなんですよ。あ、もう行かないと。教官、失礼します。あいつらは相変わらずか。おい、他の104期生も元気でやっているのか。そうか、それなり程度でちょうどいい。常に緊張感を持っていなければ兵士は務まらんからな。しかし、あの二人を見ているとどうも不安だな。どんな困難な状況であれ、兵士なら逃げ出すべきではない。訓練兵団を卒業してたるんでいる者がいないか様子を見るとしよう。貴様ら、調査兵団に入ったそうだな。調子はどうだ。この先もその元気が続くといいがな。ジャン・キルシュタイン、貴様は憲兵団志望で成績も10位以内だったはずだが。はい、そうですが、今何をすべきかを考えて自分で決めました。そうか、アルミン・アルレルト、貴様はなぜだ。技巧に進むものと思っていたが。外の世界に出るのが僕の夢でしたから。貴様はなぜ調査兵団を選んだ。なるほど、親の仇というわけか。理由はそれぞれのようだが、目指すべき目標があるなら、その信念だけは絶対に曲げてはならんぞ。だが、半人前のままでは目標を叶える前に死ぬのがオチだ。まずは兵士としての経験を積み、腕を磨け。近く調査兵団では壁外任務が予定されているはずだ。全力で臨み、己の成長の糧にすることだ。
出撃する。今回の任務は私も同行する。3年間の訓練の成果を見せてもらうぞ。いいか、兵士たる者、いかなる状況にも柔軟かつ冷静に対処せねばならん。厳しい訓練を耐え抜き、実戦経験も積んできた貴様ならできるはずだ。そうなのがいるな。殺してやる。
げで死なずに済んだ。間に合ってよかったです。事態は一刻を争うのだぞ。やっ、はっ、はっ、討伐開始。エレン、任せたわよ。分かった。ダメだ、死んじまう。援護。さすがだな、いい感じじゃねえか。ミカサ、その助かったぜ。ありがとうな。無事ならよかった。早く状況を打開しよう。狭い壁内の世界を出たら、外の世界を探検するんだ。畜生、もうダメだ、助からねえ。エレン、頼むわね。了解。紛れもなく特殊な巨人だ。買いそうなのがいるな。調子良さそうですね。私も負けてられません。
ります。リカさん任せたわよ。とにかく巨人をぶっ殺したい。ぜいっ、カシャ任せたわよ。任されました。壁内不干渉の方針、それに不満を持つ民衆のため調査兵団がある。
人で暮らしてきた人間だけでしょうけど。ミカさん、頼むわね。デイッヤッ、まだまだ。ミカさん、任せたわよ。まだよ。デイッヤッ、サシャ、頼むわね。任されました。やります。やっ、巨人の討伐が完了しても気を緩めてはならん。次に何をすべきか常に考え、行動に移せ。兵士は即断即決を求められる場面が多々ある。そのことを普段から心がけておくようにな。